ね、はい、伊藤洋華堂はさあこのブロック抜かれました。高山がワンポイントで入っていましたがすぐセッターの金子がコートに戻りました。ジャンピングトス篠原です。今の金子選手のですね、はい、あの褒めてばっかりじゃいけないんですけどね、あのトス回しうまかったですね、はい、センターでこのジャンプトスをしてね、あの後ろに持っていくっていうのが得意なプレーですよ、はい、とにかくトスが安定し判断が非常に良くなってしかもこう強気に攻められるようになってきましたね、はい、篠原とのコンビ攻撃です。4番いやあのレギュラーが故障する、はい、こちらが吉田監督です。その束の間のですね、チャンスをうまく掴んでですね、はい、伸び上がる選手が増えてほしいですよね。そうですね、はい、特に今リポートにもありましたがこの15番の橋本それから19番の中村と両ルーキーが本当に楽しみですね。はい、ユニチカが逆転しました。6対4。前に10番です。そして3番のマスコ、センターからキャプテンの石竹が決めました。伊藤洋華堂に入って6年目キャプテンとしてチームを引っ張ります。今のはしかしあの思い切ったスパイクしましたね。そうですね、はい、このね、はい、名村が前衛に上がってきたところで篠原がコートに戻りました。さあブロックできるか篠原、ブロックしたのは斉藤、この斉藤が打つ、金子が上げてもう一回斉藤よく上げましたね、はい、はい、金子ファインプレー、そして斉藤がよく打ちました。打った斉藤もいいんですけどね、はい、金子の今のジャンプトスはこれはもう本当に素晴らしかった。そうですね、ですよね、はい、はい、見事なトスを上げました。斉藤真由美のスパイク、さあマッチポイントは5回目。あのブロックがですね、ヨーカドいいもんですからね、真ん中に篠原選手いますからね、どうなりますかね。ブロックポイントがなるか、2番さあ三田村です。前前リバスなコンビバレーを見せてきます。ユニチカ伊藤ヨーカドに15点目を与えません。サーバーは中村、深いところ、篠原君ですね、はい、やはり最後は篠原のブロックポイントが出ました。リーグ初優勝、最終戦日華の対戦を白星で締めくくりました伊藤洋華堂。本リーグの成績はこれで16勝1敗、見事な初優勝です。前田さん、はい、最終戦ライバルの弓塚を相手に伊藤洋華堂やはりはつらつとしたバレーを見せてくれましたね。そうですね、勢いに乗り、はい、しかもですね、目の仕事をそれぞれやり遂げたということで立派な優勝ですね、はい、そうですね、はい、